黄昏に帰るは、三瀬流の SF 小説。題名は、人をたた上ありて、黄昏に帰るという詩から取ったという設定である。湯やフテングリチョ、生還文明史の一部を構成する研究から生まれた物語という形式を取るを取るものが多い。3700年代後半、太陽系を征服した人類ではあるが、宇宙船が数百石単位で、 行方不明となり、それを捜索する中で、たまたま空間の歪みに落ちたことがはっきりする、救難信号を調査局員のスウェーが見つける。辺境航路へのたった3人の乗客として、シローズ、ソーレ、ヒロ18が出会う。シローズとソーレが体験した、エレクトラバーグでの奇妙な幻覚から超古代、生漢文明の足がかりを得る。経営機構と境の対立のから、 シローズを指揮者とする合同調査機関が設置され、早速冥王星デビル盆地の氷下2200万年前に漂着したかすかに動いている宇宙船が発見される。その時宇宙船内部のエネルギーがソウレの脳を活性化し、太古の昔に二つの星間文明が激烈な戦争をしていたことを知らされる。シローズが主導したツングース隕石を宇宙船と見立てた操作の結果、 二隻目の古代の宇宙船を発見する。その宇宙船の電子頭脳から戦争の実態を明らかにする、ツングースカレポートと呼ばれる極めて重要な文書が解読される。そこには、二つの生還文明を恐れさせた存在を示す、無はセルにあるという記述があった。その後、人工的に作られた空間の歪みが地球にかかり、地球表面は完全に全滅し、 生物の痕跡もなくなる。人類はこれらの大異変に対処するために、持てる力の半分を継ぎ込んで、初めて太陽系外に進出し、セルの三角形を探索するためのレーダーサイトを建設する作戦。しかし、レーダーサイトの作動直後に、セルの三角形の方向から膨大なエネルギーが流入してサイトは大爆発を起こして消滅する。実は、レーダーサイトは、 エネルギー探知装置であり、遠い彼方の異形の存在すべてを無に置き換えうるという国立な存在を、確かにそれがそこにあるかどうかを探り当てようとする一本の長い触覚だった。しかし、セルの三角形から放射されてくるエネルギーは探知装置では受け止められないほど大きくなっていたのだった。極光作戦が失敗に終わった後、調査局はその事件に関するすべての資料を封鎖した。 千年後、その風沢と彼、聖寛文明史の研究者らによって、事件の全貌の解明が進められている。ありがとうございます。